ここから S 字を描くようにですね、遊歩道がつながってくるんですけれども、遠くを見るとですね、ナイター設備が見えているんですが、こちらが朝霞中央公園の多目的広場運動場となります。運動場の方へと向かっているんですが、こちらにはですね、災害時に防災シェルターにもなる、待ち合い場所、休憩場所があります。そしてですね、このように小屋のようなですね、建物があるんですね。そしてこうやってですね、池が伸びていたということになるんですが、ちょうど運動場の方へと差し掛かってきます。まずですね、向かって左側行くとですね、いわゆるこれが南口になるんですけれども、休憩場所があってですね、これってまた池、小さな池があったんですね。そして正面のところにはですね、入り口の左手の方に飲み物の自販機があります。こちらがですね、プロムナード広場ということになるんですね。こうやって、休憩場所の方がですね、多くあってですね、遊歩道がいっぱい広がってるんですけれども、その運動場の手前にはですね、このような火が置かれてあるんですね。地下鉄車庫、労働者の火像ということなんですね。こちらが朝霞中央公園の運動場、いわゆる野球場になります。遠くの方にですね、バックネットがあってですね、こうやって一三塁側の方にベンチの方もですね、しっかりとつけられているんですね。そして何よりもこのプロムナード広場はですね、こうやってですね、線路の形がですね、描かれているんですけれども、ちょうどですね、こちらに車輪があります。まさにレールドレスな跡形を残している感じなんですが、その右手の方には3011とですね、書かれた車両番号板があるんですが、こちらはですね、この朝霞中央公園は我孫子車庫の跡地でもあるんですね。上の方を見るとですね、また像がですね、見えてるんですけどもね、モニュメントがあるんですけれども、ちょうど今ですね、地図形の大阪シティバスが通ってきました。こちらがですね、いわゆる北口ということになるんですね。こちらにはもともとですね、売店があったようなんですけれども、今はですね、もう閉店状態になっていて、飲み物の自販機が置かれているということですね。そしてその向かって入って左側の方にですね、またですね、モニュメントが置かれてあるんですね。こちらはお手洗いの機能としては残っているんですけれども、かつてはですね、公園の売店として使われていたようなんですね。その売店の向かって右側の方にはですね、こうやって時間貸しの駐車場があります。そしてですね、この朝霞中央公園のいわゆる野球場グラウンド、ちゃんとですね、スタンドの方もですね、付けられているんですね。その朝霞中央公園の向かい側、右手の方には大阪市立大学の建物があります。先ほどからですね、踏切のコンコンという音がしているんですけれども、先を進んでくるとですね、 JR 浜松線がですね、見えてくることになるんですね。その手前にはこうやって市営住宅があり、またバス停もあります。市立大学前のバス停に行きました。一つですね、曲がったところにあって、そしてもう一箇所がですね、この市営住宅のですね、近くにあるんですね。今はですね、このように9階建てのですね、市営住宅に生まれ変わってるんですけれども、もともとはですね、こちらは朝霞青少年会館のあったところなんですね。そしてここからですね、9号館が見えてくることになりますが、こちらが大阪市営の朝霞第一住宅になります。で、大阪市立大学の周辺へ差し掛かることになります。これがですね、本館正面ということになります。こちらは学術情報総合センターになります。10階建てでしょうかね、その建物があるんですけれども、ちょっとですね、これ大変見づらいかと思うんですけれども、こちらの方にですね、校内の案内があります。左手の方が学術サポートセンターと、奥の方ですね、本部棟があります。
その本部のですね、門の手前、いわゆる駐車場の入り口があるんですけれども、納品研修センターもですね、この大学の中にあるということなんですね。大阪市立大学のですね、建物の間のですね、道路を進んでるんですけれども、踏切の音がですね、何度も鳴ってるんですが、JR 阪和線沿いが近づいてきたことになります。その踏切の手前、左側にあるのが田中記念館なんですね。このようにですね、こうやって大阪市立大学の周辺がいっぱいに広がり、そして反対側の方にもですね、このようにですね、建物が連なっているということなんですね。では、JR 阪和線の踏切を渡ってくることになります。今ちょうど225系のですね、500番台が通過して、今ちょうどですね、天王寺駅の方が入ってきたところなんですけれども、まあ、かつて阪和線はですね、201系あるいは205系が使われていたんですが、今はこうやって225系、223系に置き換えられたんですね。この普通電車の方も今はこうやってですね、3扉のクロスシート車ということなんですが、その手前がですね、実は杉本町駅なんですね。その踏切を渡ってすぐのところにあるのが慣れちゃん保育園ということなんですね。そしてここから右へ曲がると JR 杉本町駅へと向かうことになります。近くにはこうやってファミリーマートもあったりしていてですね、こうやって大阪市立大学がですね、全体を見ることができます。ここから右の方へと曲がってくると山の内4丁目のバス停が見えてくることになります。大阪市立大学 JR 杉本町町駅周辺を後にして住吉区の山の内3丁目付近の住宅地の中を歩いていることになります。ここから南海本線のですね、南海高野線の駅へと向かってくることになります。一戸建ての住宅が立ち並ぶ地点から右の方へと曲がってきました。そうするとですね、その右手の方に公園が見えてきますね。こちらもですね、中央公園になるんですけれども、こちらは山の内中央公園になります。いわゆるこちらの方がですね、正面ということになるんですけれども、右手の方にですね、花壇があって飲み物の自販機があります。そしてこうやってですね、一時避難場所のですね、地図がですね、書かれてあるんですね。 JR 杉本町駅からは西からですね、まあ、大体歩いて5分のところで、ここから過ぎるとですね、織物の方へと入ってくるんですね。まずこの山の内中央公園の園内をですね、見るとですね、コンビ遊具があって、幼児用の滑り台、飲み物の自販機前にはこうやってベンチがあります。そして時計台が中央にあって、左手の方にはですね、柵のついた砂場があり、そしてですね、こうやって休憩場所の方が置かれてあります。正方形のベンチがですね、5つも置かれてあって、その道路側の中央の方に水飲みのできる手洗い水道があります。山の内中央公園を後にして、山の内から織物の方へと入ってきました。この辺りもですね、一戸建ての住宅が多数並んでいるところなんですが、右手の方に行くとですね、このようなですね、ルネサンスを感じるようなですね、ものが置かれてあるんですね。この付近に来るとですね、またまたですね、電車の音がですね、大きくなってくるんですけれども、そして右へと曲がってきました。そうするとですね、このようにですね、大きな電波塔のようなですね、塔が見えてくるんですね。実はこちらはですね、au そして J-HONのですね、オリオの局の携帯電話の基地局なんですね。その基地局沿いをですね、右に進んでくるとまた市営住宅が見えてくることになります。ちょうど11階建ての市営住宅、左手の方に見えてきたんですが、こちらが5号館にあたるオリオの住宅であります。そしてですね、こうやって5階建ての住宅がですね、ということなんですね。その間の方にこうやって遊具が置かれている市営住宅内の公園があります。そしてここから正面を向けると、南海高野線の線路が見えてきましたね。そしてここから左に曲がると、実は南海高野線の鉄橋に当たるんですね。こちらが南海高野線になります。ちょうど6500系のですね、河内長野行き武井停車が
通ってきてですね、ここから鉄橋の方を渡ってくるということなんですね。すなわちこの鉄橋を渡ってくるともう堺市の方へと入ってくるということなんですね。そのオリオの住宅なんですが、5号館が11階建て、そして3、4号館とですね、1、2号館が5階建てなんですが、1号館がですね、このようにですね、三角形、上の方が三角形の形になっているんですね。2号館もそうなんですが、3、4号館はですね、市営住宅とですね、一般の市営住宅と同じ形に主張しているということですね。こちらが我孫子前2号踏切道になります。その2号踏切を通ってくるとですね、今急行がですね、通過していくんですが、ゆっくりとゆっくりと通過してきます。車内を見ているともですね、前の2両を中心にですね、空席が非常に目立っているという感じで、今8両編成がですね、通ってきているということになります。体育館の建物が見えてきましたが、こちらが大和川中学校なんですね。すなわちですね、この南海高野線はですね、駅があるんですけれども、そこから曲がってきてですね、踏切を通ってくると大和川を渡って堺市の方へ入ってくるということになるんですね。校舎自体の方はですね、4階建てなんですけれども、その上の方に根津田体育館があるということでしょうかね。南海高野線側を見ると、ここからですね、左の方へと曲がってきます。そしてですね、駅のホームがですね、見えてきましたね。まもなく踏切にかかってきますが、ちょうどですね、仙北ライナーが通過していくところですね。4両編成通過してきましたが、こちらが我孫子前1号の踏切になります。ちょうど今、仙北高速鉄道の7000系がですね、通過していくところになるんですけれども、南海高野線の我孫子前駅の方へとやってきました。周辺にはですね、これでダンススタジオがあって、マンション、そして歯科があるんですけれども、もう間もなくするとですね、駅舎の方が見えてくるということですね。その駅前、マンションの1階の方にスーパーナショナルオリオの店があります。そして我孫子前駅の駅舎ということでありますね。我孫子前駅の、ホームの方へと上がってきました。この我孫子前駅なんですが、こちらからですね、こちらの今ですね、南海難波方面のホームなんですが、そこから乗り換えというのができないんですね。いわゆるですね、この南海難波方面はここの踏切を渡ってきたんですが、ここの踏切を渡っていかないとですね、入れないということなんですね。そしてこちら側の方がですね、1番線ということになります。ちょうど今、1番線の方をですね、仙北高速鉄道の3000系が通過しているところなんですけれども、大阪メトロ御堂筋線の我孫子駅からですね、こちらまで1時間7分13秒を所要し、距離が 4.66キロ、6339歩の430キロカロリーで来たわけなんですけれどもね、もう間もなくすると、難波行きのですね、電車がやってきますので、まあ、手近に申し上げればですね、まあ、道中はですね、朝霞中央公園、大阪市交通局のですね、車庫の跡を通って、そして大阪市立大学を抜けて JR 阪和線と抜けてくるということで、まあでもですね、その南海までのですね、この駅までですね、本当に長くですね、連なっているという印象でしたけれどもね、もう電車がやってきましたので、これで終わりにしたいと思います。